どうもこんにちは。 C コンパイラーを作るの続きをやっていこうと思います。今日は電卓レベルの言語の作成というところを見ていこうと思います。やれるところまでやる予定です。C コンパイラーの最初のステップとして、四則演算とその他の演算子をサポートして次のような式をコンパイルできるようにしますということですね。まあ、括弧付きの四則演算がちゃんとできるようにですね、ここを優先的に計算して掛け算を先にやって最後に足し算やるみたいなことをやるということをやりたいということですね。まあ、いろいろやることがありますせということで、いろいろ書いてありますが、まあ、ここは飛ばしましょう。はい、でまずステップ1、整数を1個コンパイルする言語の作成ということで、むちゃくちゃ簡単なとこからやっていきます。だからこれがいいんですよね。すごい簡単なとこからやるので。で、最初、昨日ちょこっと、見たところなんですけども、42っていうのを返す、アセンブリっていうのはこんな感じになってますと。で、インテルシンタックスっていうノープリフィックスっていうのは、アセンブリでこういう記述してますっていうような、宣言になるので書いておかなきゃいけないものらしいです。で、なんかいろいろあるので置いときましょう。で、メイクファイル作って、それで自動テストとか、やっていくので、この辺は、まあ、おいおい説明していこうと思います。で、この中で作ってるのは 9cc っていう名前なんですけど、今回私が作るものは、まあ、9cc のコピーということになります。はい。で、コラムはちょっと読み飛ばしていきますけど、インテル記述で書くみたいなんですが、AT&T 記述っていうのもあるみたいです。記法か。はい。これは、アセンブラの記法みたいですね。ちょっと、あまり詳しくないので飛ばします。で、コンパイラ本体の作成をしていきます。オープンしても、C プログラムは簡単に書くことができるということなので、まさにこれですね。一応読むと、インクルードしますと。で、メインですと。これが動きます。で、アーグが2個ないときは、引き子の数が正しくないですよって言うと。で、アーグの1に、アーグの1が、アーグの0番目が、このファイル名になるので、2番目ですね。アーグの2番目が、アーグの1ですね。アーグの1に、戻り値の数を書いておくと、それがここに入るということで、最終的に入力された数がここに入って、これが書き出されるっていうような形のプログラムになっています。まあ書いていきましょうか。前回同様というか、いつも通り写経をしていこうと思います。これはメインでいいのかな？まあとりあえずいいでしょう。ニューファイルでメイン C というのを作っておいてあげて、include stdio.h include stdvh int main int args argc か。で、キャラの arg ですね。はい。もしも argc。argc っていうのが引数が何個、引数じゃないや、引数か。実行引数が何個入ってるかっていうやつですね。fprintf で std エラーに、std エラーに、引数の数がただ、invalid args にしとこう。めんどくさいんで。にしておきましょう。延々と。で、リターン1返すと。で、そうじゃなければ、もうプリント F で出すだけですね。インテルシンタックスのリ、のプリフィックス。ここはアセンブラなんで、アセンブラを全然知らないんですけど、アセンブラの勉強にもなりますね。ええと。
メイン、グローバルメインっていうのは何でいるのかちょっとわかんないんですけど、最初に実行されるのかな、これが。で、これ2文字でいいのかな。ムーブで、ラックスっていうのに、パーセント D を入れてあげると。で、A2I ですね。アーグブ1を入れてあげると。A2I は、こうで、こうですね。はい、こうしとこう。で、プリント F。A2I は、文字を数字に変換するやつですね。レッドで終わりと。はい。で、リターン0と。いうことで、これでいいと。OK。で、これでまずは CC っていうコンパイラーでこいつを実行形式に変えてあげて、で、最終的にこの CC を置き換えるものを作るということになるみたいです。CC は入ってるんで、入ってるはずなんで、9CC にしたのか。メインにしちゃったので、まあいいでしょう。メイン C ですね。あ、あれ？ごめんなさい。メイン C がないっつってから、あ、データに引かなきゃダメだ。はい、これでいいですね。そうすると、ローカルに、メインっていう名前の引数がないものが出来上がるので、こいつを実行してあげるって感じですね。メインで、123で、テンプ S というふうにしてあげると、テンプ S に、まさに OK な感じですね。インテルシンタクスのノープリフィックスで、グローバルメインで、ムーブラックス123のレッドというのが出ると。はい、一応合ってるかどうか見ましょうか。インテルシンタックスのリプライ、ノープリフィックス、グローバルメインの、あ、メインがねえや。メインコンマがないわ。あ、これが抜けてたんだ。間違ってたんで書き直します。ここですね。プリント F。メイン、ここか。いいですね。で、ムーブのラックス。OK。これでいいと。そうしたら、もう一回 CC して、これで書き出すということをしてあげると、よいしょと。テンプ C、テンプ S が変わりますね。で、インテルシンタクスグローバルメイン。ん？グローブル。グローブルなんだ。え？本当？あ、そうなの？なんかそうらしいので直しましょう。グローブルらしい。はい。本当に？本当みたい。じゃあもう一回。で、テンプ C がまた出来上がるので、はい、いいですね。グローブル。で、これを、テンプ、あ、違うか。C、テンプ S っていうのがこれできましたと。で、こいつをもう一回 C コンパイラーにかけて、アセンブリファイルを渡すと実行ファイルにするっていうのもこの CC コマンドに入っているので、このアセンブルを実行形式に変えるっていうのもここでやってあげます。ここでやると。テンプに、あ、TMP か。TMP にテンプ S ですね。こうしてあげると、あら、なんと TMP ができると。で、TMP を実行してあげると何も出ないんですけど、エコーで、ドルハテナしてあげると123と出ると。おお、なったなった。はい。ということで、これが一番最初のコンパイラーができたというところですね。はい。なので、どっかに書いてあったと思うんですけど、今回作るものはアセンブラのコードを書くだけですね。ここから、この実行形式に変えるというのは CC コマンド、今やったこのコマンドですね。このコマンドを、ずっと使ってやるということになってるはずです。確か。
最初の話に出てきてたと思うので最初の話を読んでください。で、自動テストの作成まで今日やろうかな。はい。で、自動テストを書いた方がいいですよということがここに書いてあります。はい、絶対に書いた方がいいです。で、シェルスクリプトを書いて、やっていきましょうということなんで、まあ、これを写経しましょう。はい、もう男ですねこれは。テスト SH というのを作っておきましょう。ファイル名は何でもいいと思うんですけど、まずシェバングを上に書いてビンバッシュにしましょうね。で、アサートという関数がありますと、エクスペクテッドが、ドル1と、で、インプットが、ドル2ですと。で、メインですね。インプットをすると TMPS が出来上がると。はい。で、CC の O で TMP を TMPS から作ると。で、TMP を実行してあげると、アクチャルが出てきますね、これで。ドルハテナに、アクチャル、ドルハテナをアクチャルに入れるということをしてます。これで、コンパイルメインを実行して、それをアセンブラから実行形式に変えて、で、変えたものを実行してあげて、で、戻り値をアクチャルに突っ込むと。はい。で、もしも、アクチャルとエクスペクテッドだったら、シェルスクリプトの書き方がエコーで、こういうふうに出すと。違ってたらエコーでインプットで、エクスペクテッドのはずなんだけど、エクスペクテッドバッドゴッド、違うのが来ちゃったよということを言ってあげると。で、 FY かな、エクジットするんだ。エクジット1して FY すると。で、よいしょと。よいしょと。で、アサートで、00ですね。これは合ってるはずですと。アサート、42。エコー OK と。いうことをしてあげるっていうことになってるらしい。です。はい。で、CH モードで、自己期限つけてあげましょう。テスト SH で、テスト SH を実行してあげると、あ、間違ってた。はい。アサート。あ、いいですね。OK、OK と出ましたというところで、テストが完成ということですね。はい、で、実行するとこれが出ますよと。で、おかしな結果が似合っていれば、変なふうに出るので、確認してくださいということですね。で、実行、これを実行すれば正しく動いているのか動いてないのかが分かるというところで、これはいいかな。はい。で、簡単なテストフレームワークでテストを書いていく形になるので、まあ、テスト書いたことない人もこれ見るとできんじゃないかと思うんじゃないかな。はい。で、次回メイクによるビルドからやっていこうと思います。ということで今回は以上。次回お楽しみに、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。では次回。